てアルバムのイベントに出るので頑張ります。前髪がちょっと短くて、なんか無料イベント久々でこうやって秋葉原の皆さんにティッシュを配って見ていただく機会が久々なので、ステージパフォーマンスを見てもらった時に少しでもなんか私のこととか、まあ、私のこといいなって思ってもらえるように、そしてハマってもらえるように頑張ります。工場にも行かせていただいて、たくさんの方の手によって大切に作られたベストアルバムなので、それを拡散すべく、ティッシュ配りから始めて無料イベントも始めて、たくさんの方にバックスフットファンドいつも知ってもらって、でベストアルバムを無事に発売できればいいなと思います。ティッシュを配ろう。なんか多いじゃんこれ、なんか多くない、これちょっと多いよねこれね。ちょっと広場さん、ちょっとなんで、え、マジいいけどさ、いやこっちの方が多くないのかパンパンなんだけど、せくまりはあるんだよね。広場さんなら大丈夫。ずつ回ってくれる人が増えて嬉しいです。みんな店舗に来てくれるように頑張ります。私はここを担当なんで、こともめっちゃ寒いです。1回配り終わって今度は大きいやつ配ってます。自分で一番かわいいのくださいよ。後でね、ちゃんと無料しとく。うるちゃんも もらってください。自粛割りもちょっとしてきて、寒い中わざわざポケットから手出してもらってくれた人もいるので、そういう人が来てくれてるといいなっていう気持ちで、はい、たくさんの方にと思いを届け、はい、っていう感じで、はい、思いっきりライブをしていきたいと思います。はい、僕は続かんの1名いくぞ。あI'm not afraid of the dark.
です。アミューズメント館に来たのは初です。イベント会場、じゃじゃーん、なんとこの人です。本当ドキドキ、楽しみたいと思います。この場所をこうして支配されてゆくの、包み込まれた何深い情報へ祝福し、せーの、キリンポーズ。いやもう本当に初めて一人で、まあ、お仕事でしたけど海外に行かせていただいて、その最初は本当にもうどうなるんだろうって不安とかあったんですけど、いざそのサイパンについて撮影が始まるとなんかすごい本当にあっという間で、もう楽しんでるうちに撮影が終わってました。でも本当に、まあ、サイパンの綺麗な海にを一番最初に撮影したりして、その後はなんか緑が豊かなところでそのバドミントンのシーンを撮ったりとか、あとはプールに行かせていただいて、その実際にその競泳水着でプールを泳いだりとか、あとはお部屋の中とかお風呂場とかすごいいっぱいいろんなところで撮影しました。でもお気に入りのシーンはそうですね、やっぱりセーラー服のところが一番個人的には好きです。なんかそうなんですよ、その高校、中学高校ってずっとブレザーだったのでセーラー服着たことがなくて、でお仕事でその冬服のセーラー服は着てたんですけど、夏服の半袖のセーラー服は着たことがなかったので、今回初セーラー服でめちゃめちゃはしゃいでます。でしかもそのセーラー服脱いだ後のブルーの水着も結構個人的にはお気に入りで、すごい、なんだろう、夕日とブルーの水着と、なんか私のスタイルと結構いい感じにマッチしてると思います。ね、全然思ってなかったです。最初の頃は本当にまさか自分がその水着になるっていうのも最初想像できなかったんですけど、でもいざお仕事させていただくとファンの方とかがすごいゆりちゃんの水着に合ってたねとか言ってくれるとすごい自信になって、なんかあグラビアも楽しいなって思いました。ありがとうございました。また写真待ってます。写真もありがとうございました。朝倉さんが朝倉さんが拍手してます。拍手。公式ブログの写真を撮りたいんですけど撮れなそうです。ただそこ行くのが僕の使命ですよね。来ました。ありがとうございます。光が出してないし、ね、恥ずかしくて任務果たしました。人気のセーラー服ユリンコヘアバージョンです。記念イベントを終了しました。イエーイ。はーい、私服と、もう一個の服と2パターンあったんですけども、2パターン目はなんとセーラー服でした。はい、もう本当にね、お忙しい中足を運んでくださった方も、残念ながら来られなかったよって方も、本当に本当にユリンコ日和を手に取ってくださった方ありがとうございます。これからも、
朝クリックしてもそうですし、バックステージとしても選ばれとしてもいろんなところで頑張っていきたいと思うのでよろしくね。ありがとうございました。はい、第14代目爆乳クイーンの葵マリンです。イエーイ。この3ヶ月間バクステさんやあとタイムマシン3号さんと一緒に収録など一緒にさせていただいて、すごくみんな和気あいあいで楽しくて、あと可愛くて元気いっぱいで個性いっぱいで、自分自身すごく楽しかったし、成長できたなって思ってます。あともうちょっと一緒にお仕事したいなって思ってて、もうワンクール出演させていただけないでしょうかなんて思っちゃいます。はい、ここで葵マリンから皆様にお知らせがあります。今年の夏くらいになんと私の4枚目の DVD が発売決定しました。イエーイ。場所はなんと念願の沖縄で撮ってきました。はい、すごく海も綺麗で、あと衣装は全部自前だったんですよ。結構王道チックな作品になると思うので、よかったら情報などは私のツイッターをぜひフォローしてチェックしてくれると嬉しいです。以上、葵マリンでした。3ヶ月間ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。